こっちから行きません。はい、どうも、ラリクマチャンネルです。ということで今回、結構早めに攻めて、前回のね撮れたら嬉しいなぐらいで、いっぱい味方と連携したっていう動画の続いてのものになります。今回は、全然キルとかしてないんですけども、味方とねたくさん話し合って、前進した試合になってますので、ぜひぜひ見てください。で、今日ですね、この試合の時はもう自分黄色チームだったんですけど、ほぼほぼ勝てなくて、午前中だけだったんですけど1試合しか勝てなかったんですよ。それはあと全部ほとんど赤チームに取られてしまってて、フラグもカウンター戦も全部取られてしまってて調子悪かったんですけど、この試合だけすごく味方のね連携を取れて、なんとかフラグゲットまで。右側攻められてるんで、ちょっとすみません、中入れなそうです。ぜひぜひ皆さん最後まで見てみてください。はい、誰か奥側からこっち側カバーできる人いますか。こっち側の正面一人いるんで、回ってカバー入れる人います。あ、今一人入ってくれました。それこっち正面いるんで、ナイスカバーで。結構ですね、自分指示がざっくりしてるので、あの味方との会話の時にあっちとかこっちとかよく使ってるので、ちゃんと指示しろよ、前出れないですね、もう。言う方結構いらっしゃると思うんですけど、多めに見てください。結構ね、久しぶりのサバゲでドキドキしてるので、ちょっとね、申し訳ない。あ、そうですね、こっちの裏、優しい目で見てください。はい、でもまだ一番奥の人はセブトイみたいで、はい、で、あんまり動かないところは早送りでやっていきますので、いきなりね、こう早くなったりすると思います。基本的にね、動きがなかったり特に何もしてない時はこんな感じで早送りしていきます。はい、はい、はい、お、なんだ、長弾か、斜めですかね、もしかして。矢倉の中入ります。で、矢倉中入ったんですけど、結構この矢倉って場所が場所だけに開けてるので、周りが結構いろんなとこから撃たれるんですよ。なので、ね、中入んなければよかったとね、切にこの時は思ってました。全然動けなくてですね、味方の車線も塞ぐことになっちゃったりとかするので、窓以外覗けなくてですね、もう動けなくて早送りになってます。すぐに出ます、ここは。はい、ナイスダウン。 B フラ入ります。はい、はい、24番1人前、もっと攻められます。でですね、ハニバ結構皆さんにいろんなところで生放送とかでもおすすめしてるんですけども、本当にレスポンスいいんですよ。これバッテリーがね、リポバッテリーなので、まあそれなりに切ればいいんですけども、まあ、結構こんな感じで連射も調子もいいです。結構中はねほとんどいじってない状態になってるので、斜めもう一人いるんで気をつけてください。モーターとかもね特にいじってないです。本当にバッテリーと元々の力でこのぐらいレスポンスがいい商品になっているので、ぜひね、気になる方いましたら買ってみてください。ここでワンダウンだけしました。このあとね、何人かいけるかな、いけないかなぐらいなんですけど、ここでね、ショットガン持った人に撃たれて怖かったんです。この人動きが良くてですね、これ覗いた後に右側にいるんですよ。同じ車線からじゃなくて、よりね広いところから狙ってくる感じで、1個の車線が潰れたらもう1つの
車線を使ってくると。でこれ結構戦術としてねすごいいいので、ぜひ皆さんも使ってみてください。最初に内側でここまで上がってこれますか、誰か覗かせて、その後に、外側に回り込んでその内側を覗こうとしている敵を倒すと。24の裏はやりました。体が結構出るので、こっち側の正面の通路ができます。いや本当にギリッギリだったのでね、もうびっくりしましたね。ショットガンだけでちょっとビビっちゃってね、はい、俺ここから動けなくなっちゃって、味方が来るまで、ね、40の手前のバリケ、はい、そこの横から狙ってきます。ちょっとここもねちょっと指示がざっくしてね、大変申し訳ない、本当に伝わってないなと思ったので、ここら辺ですね、ここのここにいます。でこうやって試してみて、多分46一人40、そうですね46ショットガンがいるんで、はいはい、さっきの打った斜め見てもらえば俺通路見るんで、あの扉がこっちあるんでお願いします。46裏確認できないっす。25裏しております。しゃがんだ方が、23入ります。25一人追加。はい、でここでもうね左をここから左を向くとねもうフラグがあるんですけども、ここで25番1人ヒットさせてもらって、味方がね64裏カットしてくれたので、ここでフラグを取りに行こうと思ったら正面に、あーごめんなさい味方だった、ごめんなさい、味方が裏取りしてくれた人がいてね、それを打ってしまってね、ここでヒットでお互い退場で出ちゃったんですけども、なんとかこの後試合で味方がね押し上げてくれて勝つことができました。いや本当にね味方の連携して楽しい試合でした。キルとかね全然もう 2,3 キルしかしてないので、あんまり動画としてもあれなんですけども、本当に実にね本当に楽しい試合でした。ぜひぜひ、皆さんも声かけ合って、ワイワイ楽しくサバゲーしてみてくださいということで、次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。